はい、それでは矢沢さん、今日はよろしくお願いしじまゃあ、そう、す。よろしくお願いします。はい、それでは、今日の対談の趣旨なんですけど、2021年の4月、もしかして5月になるかもしれないですけど、僕のサッカーコーチのコーチとしての本が出ることになっていて、で、それで今、現場で実際にサッカーコーチをやっている人たちの話を聞くっていうことで対談をさせてもらいますので、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは自己紹介をお願いします。はい、矢沢翔吾と申します。現在は福島県にあるいわき FC というところのジュニアユース U15 の監督をしております。で、2016年かな、から、4年半、スペインのバルセロナの方で、指導者の、ライセンスを取りながら現場で第一監督をしておりました。で、最終的には、現地のレベル3という日本でいう S 級ライセンスを取って、日本に帰国して、で、そのままいわき FC の方で、指導させていただいておりまして、現在に至るという感じになります。はい、ありがとうございます。ちなみにスペインに行くことになったきっかけって何だったんですか？もともとその前、指導者としてまあ、アルバイト程度にもやってたんですけど、それ以外の仕事をしていて、で、その仕事の関連で、そのバルサーキャンプとかに少し関わることがありまして、はい、で、その中で、まあ、ちょこちょ、いろいろなつながりの中で、なんか行ってみないかっていう話があって、で、もともと別に指導者としてその当時は将来ずっとやっていこうなんて考えてなくて、正直。ただもともと子供の頃から海外に憧れとか、その海外に住んでみたいというようなところは正直あったり、まあ、サッカーの、コーチもアルバイト程度にやってて、まあ、だん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 やっぱサッカーに対する本気度もちょっとずつですだけど、まあ、気づかない、自分でも気づかないところで上がってたというか、で、ちょっと、ああ、興味あるな、行ってみたいなということで行ったというのがきっかけです。なるほど。で、そもそもバルセロナだったら、そのまあバルサキャンプもあったり、で、バルサがいいなみたいな感じなんですか？もともとバルサに興味があったわけではないんですよ、正直。はい、まあ、すごいなとはもちろん思ってましたけど、別にでもすごいバルサにはなんか憧れがあったとか、バルサのサッカーが好きだったとか、そういうことではなくて、本当になんか偶然縁があったというか、これがもしバルセロナじゃなくて、ドイツであればドイツに行っただろうし、オランダであればオランダに行っただろうし、本当になんか強いこだわりがあったというわけが正直全くなかったんですよ。なるほどね。本当に縁でした。じゃあ逆にというか、こう行ってみて一番衝撃だったことを3つ教えてください。3つ。まず1つは、まあ、単純にやっぱり一言で言ってしまうと、やっぱサッカーのレベルは高かったと、もう小学生が大人と同じサッカーをしてるっていうのが、まずびっくりしましたね。本当にもう、もちろん人数設定だったり、グランド設定だったりっていうのは、もちろん全然に向こうの小学生も違う設定でやってるんですけど、本当にやってるサッカーの中身というか、っていうのが、本当、大人と同じというか、もう本当にサッカーという論理の中で、頭を使いながらサッカーをしてるっていうのはびっくりしました。本当に勢いだけとか、目の前にもうボール持ったら、もう強く奪い、相手の持ってるボール強く奪いに行って、ゴールに向かってそれだけじゃないっていう、頭の中で考えながらサッカーやってるっていうのが一つ、ああ、なんか違う競技を見てるみたいだなっていうのは正直一つ思いました。あとは何だろう。あと、まあ、設備面も単純にもう、やっぱりもう単純にもうどのグラウンドにもスタンドがあるし、で、バルがあって、もう近隣の人たちもいっぱい集まって、普通にもう話しながらサッカーを見てるし、もうああいうもう設備面の環境、もう日本なんて普通にもう河川敷のグラウンドで、スタンドもないところで、で、ロッカーもないところで着替えて、もうそんな環境が当たり前じゃないですか。だからそれは本当にびっくりしました、もう現地で行って。あ、普通に小学生のもうレ上のディビジョンじゃなくても、こういうふうにリーグ戦があって、スタンドがあって、ロッカールームがあって、きちんとロッカーの中に監督たちがミーティングだったりなんだりして、そういう準備がした中で試合戦ってるんだなっていうのは、まあ、もうそれもびっくりしました。なるほどね。あと1個なんだ、これはびっくりしたというか、やっぱり、ああ、本当にもう行ってみて、あ、やっぱそうなんだなと思ったことではあるんですけど、やっぱり熱量は、サッカーに対する熱量、やっぱりそもそも、まあ、サッカーのステータスが国として高いというのはもちろんあると思うんですけど、やっぱ現場が持つ熱量というのはもう違うかと、まあ、日本でいうと高校サッカー選手権とかすごくやっぱり熱量高い状態で、もうスタンドもベンチもそのピッチ内も含めてすごいやってると思いますし、他の、現場でももちろん高い熱量やってると思うんですけど、高校サッカー選手権のもう決勝のような雰囲気で、もうどの試合、スペインのそのバルセロナの試合、でもリーグ戦でもうあのような雰囲気で、毎週毎週戦ってるんだと、ベンチもスタンドも保護者もピッチ内もロッカー内も全部含めて、
やっぱそのサッカーに対する熱量っていうのはやっぱりすごいな、やっぱ熱いんだなっていうのはなんとなく話には聞いてたので、うんうん、なんとなく分かってたつもりではあったんですけど、うんうん、やっぱ目の当たりにしてみてはこういうものなんだっていうのはちょっと感じた部分は強かったです、うんうん、なるほど、ありがとうございます。なんか懐かしいなと思って聞いてたんですけど、もう2年前になるので懐かしいです。いやまだ大丈夫、僕だってもう10年過ぎちゃう。ああ。そうね、だからロッカールームってすごく大切にしますね。そうですね、その中っていうかその空気、はい、ロッカールームの空気感って本当大事で、はい、最初にやっぱりその日本がダメとかじゃなくて、やっぱり外で誰かがね、うん、他の人がどんどん通るとか、音がね、うるさいとかっていうところでミーティングしなきゃいけないっていうのが、最初まずそれを変えなきゃいけないっていうのが、はいね、選手もやっぱり集中力全然違いますね。ロッカールームで真剣に話聞くのと、ね、外で、あの、なんだろう、青空ミーティングするのだと、はい、だから可能な限り僕も日本でいるときはミーティングの場所はすごい気にしてやってました、はい、できる限り人が通らないとか、はい、あの集中力そがれないようなところとか、うん、いいな、なるほど、ありがとうございます。ちなみに今回の対談ってどうして OK してくれたんでしょうか。あ、もう単純にもうやっぱりこういうコロナの状況でいろんな人とちょっと出会うことができない状況だったので、うん、やっぱいろんなもうサッカーの現場の人とお話ししたいなっていうのが一番大きいです、うん、正直。なるほど、なるほど。まあ、今で言うと本当身内の、まあ、クラブ内の人とか、あとはまあ 近隣 の、 そのサッカークラブの人とか、それぐらいとしか今お話できてない状況で、まあ、情報交換だったり、そういう意見交換だったり相談だったりというのがなかなかできない状況ではあったので、単純にカズさんとそういうお話しできたらなっていうところが大きいです。ありがとうございますそうですね、確かにね、そうやって気軽に話できる機会みたいなのがあんまり、うんうね、なくなっているから、はい、だからオンラインがまあうまく活用できるかなっていうところはありますよね。はい、分かりました。ちなみに矢沢さん、サッカー自体はいつ始めたんですか。どんなきっかけで始めたんですか。小学校2年生ですね、うんうんうん、もうこれもなんかテレビで多分、まあ、僕がちょうどその小学生のあの低学年の頃にもう J リーグが始まったばかり、一番全盛期という時期ではあったので、うんうんうん、本当にテレビで見て偶然で、うん、なんかかっこいいなと思って始めたのがきっかけです。地元のサッカークラブに入りました。それで。なるほど、そうかそうか、そういう時期ですよね。あ、なるほど、わかりました。じゃあこう、本題に入っていくんですけど、今でもいいし、今または過去でもいいんですけど、まあ、サッカーコーチとしての悩み、こんなのが悩みだったなとか、こんなのが解決したかったなみたいなのってどんなことがありますか。2つあるんですけれども、うん、1つは、これはもう本当昔もそうですし今もずっと意識しているというか考えていることなんですけど、うん、あの、まあ、僕も一応スペインでライセンスのコース行かせてもらって、うん、その、まあ、それなりに知識というのは勉強はもちろんしたんですけど、うん、知識を持っていること自体は大事なんですけれども、うんうん、それ以上にそれをどう伝えるかっていう、伝える力の方がもう100倍以上やっぱ大事だとは、うんうん、ずっともう前からそれはもう今もずっと思っていて、うん、自分にその伝える力があるのかないのかっていうのは今もちょっとわからないんですけれども、うんうん、だからその伝える力をどうやって身につけるのか、どうやれば選手により伝わる形で伝えられるのかっていうのはどうやって磨いていこうかなっていうのは一つ、まあ、悩みというか今でもずっと考えながら試行錯誤しながらしていることなので、それについてカズさん、どういうふうにお考えかなっていうのが。なるほど、ああいいですね、わかりました。まあ、まずじゃあ一つ目、まあ、これも僕もなんだろう、磨き中ですね、うん、完璧に今できているかっていうとそんなことはないですが、少なくともこう例えば、まあ、起業をしてからは上がったっていう感覚はすごくあるんですね、うん、でそれがどうしてかっていうと、結論で言うと、その人の頭の中の言葉とか頭の中に描いているものがどうやったら分かるかっていうのをすごい探り始めたんですよ、うん、でもその伝える力、その要は結果で言うと何か行動を起こしてほしいってことじゃないですか。そうですね、言ったことに対して何らかしらのアクションを起こしてほしいか、起こしてほしいって最終的にはそうアクションを変えてほしいとかっていうことが結果っていうか最後の結末になるじゃないですか、うん、でそれが起こらない理由は何でなのかなって探り方をしていて、うん、で今までだったらいいからやれよじゃないけど、うん、まあ、結構きつく言って怒ってとか、これができてないからだからダメなんじゃんみたいな言い方をして、行動してもらえるかどうかみたいな感じしか僕は答えがなかったんですけど、うん、でもそもそも
この子何を考えているのか、何を感じているのか、またはそれを感じてないのか、その僕らが感じてほしいってことを感じてないのか、考えていないのかっていうこと、要は頭の中で何が起こってるのかなみたいなことをすごい見るようになったんですね。見えない、見えないですよ。見えないけど知ろうとすると、もしかしてこの子はこう、例えばなんだろうな、じゃあ例えばこういうふうに見たらなんか四角い黒いやつだなって、だけどこういうふうに見てたらもしかしてこれハードディスクかもしれないなっていうのって人の目線で変わるじゃないですか、だから僕らはこういうふうにもしかしたら見てるかもしれないですよ、だけど相手はこう見てるかもしれないってなったら、それを合わせなきゃいけないなっていうことが起こってくるから、質問をするように、こういうのってどう見えてるのとかどう考えてるのみたいなのを聞くようにして、でその人の頭の中がおそらくこうなんじゃないかなみたいな仮説を立てた上で、望む結果の方にどういうふうにアプローチするかみたいな感じだから、もしかしたら伝えない方がいい場合もあるんですよ、要は言わない方がいいみたいな、だからそれっていうのも、考えるようになりましたけど、まずはその子の頭の中はどうなんだろうっていうとこと、それに VAK 使いますけど、イメージで、ね、覚えるタイプなのか言葉で覚えてるのか体の感覚で覚えてるのかによって変わるし、プラス4つのレベルがあるかなってちょっと、ざっくりいくと3つなんですけど、すごい簡単に言うと、ちょっとまだ依存レベル、始めたばっかりの初心者の依存レベルなのか、言われたらできますっていう自主的なレベルなのか、別に言われなくてもあこういうふうにしたいんでしょって自分で動ける主体的なのかっていうのが3つあって、その子がどのレベルなのかって、それは人生においてその子のレベルがっていうよりは、そのテーマにおいてその子は どこにいるのかな、新しい作業をする場合って、さっきもちょっと話してましたけど、全然自分がやったことない新しい作業をする場合って、誰しもが多分最初スタート依存になってくると思うんです。それを見てるんですね。そうすると、依存の子にはやっぱりこうしなさいとか、これはやったら危ないからダメだよとか、伝えてあげなきゃいけないっていうか、言わなきゃいけないですね、このルールじゃないけど。じゃないと、じゃあ自分でやってみなさいって言われても、依存のレベルの子は考えられないよね。で、自主の子は言われたらできる。例えば、ゴミ拾うのは大切だから、見つけたら拾おうって言われたから、見つけた時に拾えるっていうのは自主なんですけど、じゃあその時には、いつもいつも言わなきゃいけなくなるので、最終的にはこの3つのどのレベルにおいても質問に変えていくんですけど、なので、主体的な子はね、じゃあどうしたらいいと思うって聞いたら割と答えが返ってくるっていうのはいい想像つくと思うけど、じゃあみんなはおそらく主体的になってほしいと思うと思うんですけど、質問を、レベルを変えていくっていうふうにするんですけど、依存の子には最初選ばせるっていうことが大事で、イエスかノーで答えられる質問、例えば宿題したのって言ったらイエスかノーですよね。で、それに答えが、仮にノーだったとしても、そこでなんでやんねえんだって怒るとまた今度話ができなくなっちゃうから、あそうなんだで終わるんですけど、で今度はじゃあ次2択 A と B どっちがいい、で選ばせてっていうことをちょっとずつその依存体質の子にはやっていくことで、なるほどだからこっちなんだなみたいなことを解説しつつ、でそうするとだんだん自分でやれるようになってくるん で今度自分でやれるようになる、自主的になると3択とかにする、どれさっきのプレイで言うと ABC どれが一番最適だと思うみたいな、で選べなかったら2択に戻してあげればいいし、選べれたら3択でずっとやっていけばいい、よくて、でそれが慣れてくると4択にするんじゃなくて、どうした方がいいと思うって投げちゃう、オープンクエスチョン的な、もうどうした方がいいと思う、だってある程度自分で選べるっていうのがあるから、っていう風に持っていくみたいな感じにしてるのが、子供っていうかその、こっちの考えてることかな、伝えるところ、で あとそれとは全然別で、ちょっとこれはコンサルとかコーチングの領域になるんですけど、その鉄則じゃないけど原則的なところで、例えば
これちょっと伝える力っていうところちょっとまた別になるかもしれないけど、まあ、さっきのその子が何を言わんとしてるかっていうところを探るに近くて、最初に例えばこういうことで悩んでるんですよとか、こういうことが問題なんですよって言ってくるじゃないですか。僕にはあのコーチのサポートしてるからそういうふうに話が来るじゃないですか。その時に最初のその言葉を鵜呑みにしてはいけないっていうのがコーチングとかコンサルのルールっていうか原則みたいなのであるんですね。それは何でかっていうと、そこに本質が入ってないことがあるからなんですね。つまりその人はこれが問題だと思って言ってきてるんだけど、本質的な問題のことを言語化できてないことがあるんですよ。だから例えがパッと出てくるかな。例えば、面白い練習なんかないですかねって言ってきたら、その言葉を鵜呑みにすると、面白い練習こんなのありますよねって答えになりますね、こっちの答え。だけど実はその人が知りたいのはそれじゃなくて、選手が自分のチームに全然集まらないことが問題で、その問題の結論は、自分の中の結論は練習が面白くないからだろう、結論で面白い練習ないですかって聞いてきてる場合があるんですよ。だけど本質的なところはどうやったら人は増えるんですかっていうことが実は知りたいけど、本人それが言葉にできてないことがあるんですね。多々あるんですよ。それあの今の例は肩が痛いとかもそう、肩が痛いんですの本質的なところの原因はもしかしたら違うところにあるかもしれないじゃないですか。だけど本人はそれが分かんないから、ひとまずその意識ができるところを言うっていうのが結構あるんですね。だから話はもちろん聞いてるんですけど、本質的なところっていうか、本当は何が言いたいんだろうとか、本当は何が悩みなんだろうは、あの自動的に気にしてます、何か言われた場合とか、なんかそれ子供もそうで、最近サッカー楽しくないんだよねってもし言ったとしたら、その本質は試合に出たいっていうところかもしれないんですよ。分かんない、本当に楽しくないって思ってるかもしれないけど、なんかそこを探るって、その最初に言った言葉に反応あんまりしないっていうのは結構鉄則って言われてて、なるほど。じゃないとその最初に言ったことをもし解決したとしても、その人満足してないんですよ全然、だから全然あの、いやそれはそう、例えばね、面白い練習教えてもらったんだけど、なんか違うみたいになっちゃう結局、そんな感じですかね、考えてることとしては。なるほど、はい、ありがとうございます、参考になります。いいえ、じゃあ次はありますか。はい、もう一つが、まあ、ちょっとこれとも多少関連するところはあるんですけど、練習の振り返りに関して、練習だったり試合だったり、まあ、方法論っていうよりはその内容について何を振り返るのかっていうことを、まあ、もちろん僕も練習、毎回の練習、毎回の試合、それを振り返って、まあ、記録を取って振り返ったことをまとめてはいるんですけども、本当にそれってもう本当に僕の主観的なこと、もうこの試合でこの練習、ここの点良かったな、ここ悪かったな、これで改善点だなってことをまとめて、じゃあ来週どうしようってプランを立てて、そういう流れではやってはいるんですけど、もうそこのその主観的な部分に僕なりのルールは別にないというか、あの原理原則みたいなもの別になかったりして、本当にその場でふと感じたことを書いてるだけの状況なので、なんかもう1週間ごとに言ってることがちょっと微妙にずれてたっていうこともあったりするので、やっぱりどう何を振り返るのか、練習だったり試合だったりっていうのはどういうふうにすればいいかなっていうのはちょっと考えてます。いいですね。まあ、もちろんその練習のオーガナイズがどうだったとかね、設定がどうだったとか、当然あると思うんですけど、まあ、多岐にわたって振り返ることはあるとは思うんですけど、簡単な法則でいくと、まず1年間でちょっと来てみましょうか、はい、1年後にこのチームはどうなってたいのか、どんな姿でいたら最高なのか、っていうことが、設定しなきゃいけないですね。例えば今ジュニアスの監督なんであれば、例えば高校1年生になる、まあ、卒業するときにどんな風に選手を送り出してたら最高なのか、まあ、それは選手によってはそのまま上に上がる子もいるだろうし、他の高校行く子もいるだろうしっていろいろなんだけど、オンザピッチもオフザピッチもどんな風な選手チームまたはチームになってたら最高かっていうことを設定します。それで、練習メニューをある意味作っていくっていう自他逆算になるから、じゃあ振り返りのポイントとしては、その理想に向かっているのかどうかっていう、少しでも一歩でもいいから
近づくことになっているのかどうかっていうところと、うん、これは本当に僕もそうだったし、ついついやりがちなのはですね、自分のね振り返りやるんですよ。やっぱり真面目だから、みんな練習がどうだったとか、はい、もうちょっと雰囲気よくできたんじゃないかとか、うん、はい、設定とか、あとスムーズさはどうだったかとかやるんですけど、はい、選手がどうだったかっていうと、うん、結構見なくなっちゃうというか、うん、気にしなくなってしまうっていうことがあるので、うん、選手が変化が起こっていたかどうか、うん、また変化が起こらないにしてもですね、選手がはってこう気づいた気がつきがあったかどうかっていうところに着目する。なので結果良くなったかどうかっていうのは、その日の練習だけではすぐパッて変化が起こることもあるだろうし、そうじゃないこともあるから、一番大事なのは理想に向かっているかどうかっていうところと、成長感を感じたかどうかです。成長したかどうかじゃないです。感じて選手が、あ、なんか俺上手くなった気がするの気がするで十分で、その気がするを毎日上げることができたら、選手はいつも来るのが楽しいんですね。うん、でそこに、まあ、事実は関係ないって、その上手くなったかどうかっていうのは本当に関係ないくて、選手がそれを感じたかどうか、だからその成長感を今日どう感じたかなっていうことを振り返るのはありだし、レベルが上がっていくと、これサポートしてるコーチにも言ってるんですけど、何質問したかを書いてください。で、それに対してどんな答えが返ってきたか。だから事前に練習組む時も、この練習のテーマ決まってると思うんですよ。この練習のテーマこれで、こういう風に持っていきたいっていうところまで決めて練習当然組んでんだけど、それは OK だと。それが起きるのに何て質問しますかっていうことを先に考える。それって状況によるから、人にもよるから、さっきの依存なのか自主なのか主体的なのかによって質問変わるんだけど、あらかじめ用意しとくみたいな感じです。これを実は言いたいけど言わずに、なんて質問しよう、でその質問した結果、ちょっとこの子には難しかったとか、あ、この子はパッと分かってくれたなみたいなことをメモ書きしとく方がいいかもしれないですね。なるほど。まあ、これはあくまで答えではないですけど、うんうん、成長感を感じさせることと理想に近づいてるかどうかっていうところで見るっていう、うんうん、なるほど、うん、そうじゃないと練習がすごく良くなったとしても、まあ、最終的にはチームとして良くなって、選手が良くなって、試合でも結果が出るようになってくるっていうことが目的っていうか、そこに持っていくんだとしたら、選手がどう良くなってるかっていう視点と理想に近づいてるのかっていうところかなと、うんうんうん、思います。なるほど、参考になりますね。ありがとうございます。はい、いいえ、他にありますか、何か聞きたいこと。現状これぐらいかなという感じです、うん、なるほど、はい、分かりました。まあ、日々もちろんやってて悩むこととか考えることももちろんあるんですけど、その都度っていう感じなので、その都度本当考えて、その都度考えての連続ですよね、正直。まあ、そう、いや、本当そうです。もう毎日ね、変化してる、いろんなことが起こるし、はい、本当に。そう、同じことは起きないし、はい、まあ、だからこそ、まあ、極論でいくと、練習メニューとか、オーガナイズとかって、もう情報としては、もうインターネットの中にありふれてるじゃないですか。そうですね。ね、だから練習メニュー欲しいって言われることよくありますけど、いや、それだったらネットで検索した方が早いですよって。本当。だけど問題は、その練習メニューを今目の前にいる子たちにやったらできないってことが、とかうまくいかないとか、そっちの方が問題であって、ね、最初の冒頭でもおっしゃってましたけど、伝える力っていうかね、選手がどうやったらやれるようになる、まあ、やる気になって取り組んでくれるのかとか、そっちが圧倒的に大事だと思うんで、そういうアプローチを、まあ、まず気にしていくことから必要ですよね、そういうことをね。なるほど、ありがとうございます。そしたら、今度はじゃあサッカーコーチのコーチとして、僕が今本を書かせてもらってるんですけど、はい、例えばどんな内容を入れてほしいとかってありますか。内容もそうなんですけど、まあ、こういうふうにそのいろんな人が情報共有できる場であったり、意見交換できる場であったり、そういうのを作れる環境を作、そういう環境を作っていただけたらすごく嬉しいなっていうのは一つあります。なるほどね。なので、まあ、もちろんその本を読んで、ああこういうこと考えてる人がいるんだな、こういう人たちとつながりたいなっていうのは、それは一つのきっかけになると思うので、
その本、うん、本を読むっていうのももちろんそうですし、うん、でそれプラス本当にもう実際の現場レベル、まあ、もちろん今こういう状況でオンラインレベルでも必要だと思うんですけど、いろんな方とこういうふうにつながることができる、意見交換ができる、でお互いもう何ならお互いの練習だったり試合だったり見て意見交換ができるみたいな、うん、そういう場があったらすごく嬉しいなって思っています。ああなるほどなるほど、ああ確かにその発想、ああ確かにそうですね、オープンな感じで、はい、うん、まあ見るだけの人もいるかもしれないけど、うん、そうやって聞きたいよって言ったら反応があったりとか、うん、ああ、はい、なるほどなると、あ、面白い発想ですね。確かに。まあそういうのが求められている時代でもあるしな。うん。ありがとうございます。で、最後になりますけど、それ以外で何か最後聞きたいこととかありますか？聞きたいこと。まあ、知りたいことでも。それこそ、まあ僕もスペイン帰りと一応、では一応ある、カズさんも一応同じではあると思うんですけど。はい、情報のアップデートってどうしてますか？僕もやっぱ現地にまだいる友達とかもいるので、そういう人たちから、うん、まあ、現地のその状況だったりっていうの近況だったりとかもちろん聞いたりはするんですけど、うんうんうん、まあ、やっぱりリアルタイムで見てるわけではないですし、第一情報として得てるわけではないですし、やっぱりちょっと違うじゃないですか、一緒にいると。そういうやっぱでも情報のアップデートというか、その向こうのその情報に置いてかれないようには頑張りたいなとは今思っている、うん、それは今もう10年立ったということなんですけど、うん、どうしてますか？そういう意味で言うと完全に置いてかれてますなるほど、完全に置いてかれています、うん、はい、まあそれはまあそれがいいか悪いかっていうのは本当に置いといて、はい、自分としては、まあ、方向をこう転換しちゃったっていうのが一つある、うん、つまりその僕はサッカーコーチで自分が生きていくじゃなくて、サッカーコーチが良くなるようにどうしたらいいんだろうの発想になった時に、うん、新しい今のサッカーの例えばトレンドとかを追いかけつつこっちも勉強するってことはちょっとできなかったんですね、うんうん、まあ、だからある意味今こういろんな人の現場の声を聞くのも、もう自分が現場に立ってないっていう事実があり、だからリアルタイムで今どんなことに困ってるかって、昔のことだったら想像できるけど今どうなのかってもう分かんないって思ってるんですよ、うんうん、その正直なところで、うん、だから追いかけられてないんですよ僕全然、うん、だからこのサッカーコーチのコーチの仕事やるぞっていう時から海外のサッカーもちょっと見れなくなったんですね、うん、見なくなって、で逆にその時間とかを例えば心理学とか脳科学の勉強にちょっと自分はそっちに割いちゃったから、うん、最新が追いかけられなくなったっていうのが、うん、正直なところです。なんか追っかけられてないっていうところ、うん、ただじゃあそれに対してどう考えてるのかっていうと、これ他の YouTube で話もしましたけど、だからオランダに行くんです。オランダに夏に家族で移住する予定にしている、まあ、今のところ、うん、まあ、コロナの影響が特に大きくなければもうするんですけど、うんうん、結局それは10年以上か経ってやっぱりヨーロッパのその肌感に自分はまあ、いたいと、そこに身を置きたいなっていうのがやっぱりあるからっていう、もちろん自分が多分オランダ行っても現場立つことはないけど、まあ、シンプルにチャンピオンズリーグが8時45分か夜の8時45分から見れる、はい、まあ、時差があった場合7時45分になるけど、それの環境、夜中じゃないっていう普通に起きてる時間にサッカー見れるぞっていうところで、そこで生活して感じてるものとかをまた日本に還元したいなっていうのは思ってるんで、だからこの11年ぐらいは結構空白です。うん、うん、はい、そこは正直なところです、うん、そうだからそれが両立できるんだったらしたいなって思ったけど、うん、今の生活の感じではできないからって思った時に、うん、どうやったらサッカー 最先端っていうか、最先端っていう言い方もあれだけど、うん、まあ、ヨーロッパの一番トップレベルのサッカー見つつ、はい、かつ情報を提供できるのかなって、ね、考えたら、うん、あ、行くしかないってなっちゃったんです、うん、住むしかない、うん、まあ、それに家族を巻き込んでしまっているっていう、はい、感じですけど。なるほど、はい、だからうん、羨ましいというか、そういう友達がいるんだったら絶対聞いた方がいいでしょうし、うん、情報交換はこのスペイン、現地のスペイン人とどんどんやった方がいいとは思いますね、はい、うん、なるほど、まあ、実際どのぐらいの頻度で例えば連絡取ったりしてるんですか？宮沢さんどうしてるんですか今に関しては。なんか定期的に取ってるとかっていうことではないんです。本当にもうちょくちょく本当になんか気が向いた時にどうなのとか、うん、その現地のコーチングスクールのなんか情報なんか変わった部分は、あの資料とかも毎年変わるじゃないですか、はいはいはい、
あれとか今年どうなってんのとかちょっと聞いてみたりとか、うんうん、その程度ですね今は。でたまに本当になんか向こうのその育成年代の試合映像をちょっと送ってもらったりとか、うんうんうん、まあ、その程度です本当に今は。うん、まあ、それでもないよりはね、ないよりは全然、うん、はい、なるほど、いいですね、わかりました、いや面白い回でした。ありがとうございます。ありがとうございます。は